こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。 JNW チャンネルパーソナリティのランドです。12月23日に安倍首相は中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。この際、安倍首相は新疆ウイグル自治区の人権問題について、人権状況に透明性を持った説明をと言及。このことは多くの海外サイトで取り上げられ、ウイグル系の人々から大きな反響が上がっています。新疆ウイグル自治区とは中国にある自治区の一つで、イスラム教を信じるトルコ系住民ウイグル族が暮らす土地です。清朝時代に征服されて以来、独立運動がたびたびあり、中国政府は武装警察を投入するなど警戒を強めていましたが、近年になりテロ政策の名のもとにウイグル人への弾圧が増し、国際問題となっています。過去にはウイグル族の学生と治安部隊が衝突し、2000人近い死傷者が出たこともあり、つい最近では100万人を超えるウイグル人が収容施設に入れられ、再教育と称した洗脳が行われていることが明らかとなりました。もはやホロコーストと同然の弾圧が行われているのです。このような非人道的な弾圧に対し、欧米諸国は国連へ中国を非難する書簡を送るも、直接言及はしていません。ロシアやサウジアラビア、北朝鮮など37カ国もの国は中国を擁護する姿勢を見せています。ウイグル族への弾圧が世界的に見過ごされている理由は、弾圧ではなくテロ対策であるという正当化や、中国の強大な経済力を恐れて容易に動けないという事情にあります。こうした見て見ぬふりが横行する中での今回の安倍首相の発言は、絶望の中にあるウイグル族にとって非常に大きな喜びとなり、日本に対する感謝の声や安倍首相を世界のリーダーと称える声が多く寄せられました。海外の反応。誰が口を閉ざし続け、誰か声を上げたのか、歴史はいつかそのことをはっきりと示すだろう。ありがとう日本、声を上げていいということを世界に知らせることが重要なんです。僕はいつも言い続けてきた。日本と日本人こそ世界にとって最も重要な国であり国民だと。他の国は嘘を言ってばかりじゃないか。天才的な創造性を見せる2つの国家、日本とドイツ、彼らが真剣に手を組めば無敵だろう。イスラム教国ではない日本がムスリムの人権のために声を上げた。素晴らしいじゃないか。政府とはこうあるべきなんだ。国力さえあれば日本みたいに中国に対抗できるんだ。俺たちは自分たちを日本人だと言うべきなのだろうか、それともムスリムだと言うべきなのだろうか。世界のリーダーが今も残っていたことを神に感謝する。声を大にして言わせていただく。日本万歳。日本は今までもずっと俺たちに友好的だったけど、今こうしてそのことを再確認できたね。そして安倍首相はリーダーとしての模範を世界に示してくれた。中国政府はウイグル人と香港人を執拗に苦しめてる。世界のリーダーたちはそのことを許してはいけない。中国から投資を受けている国は声を上げられないんだよな。日本の首相は素晴らしいね。世界のリーダーたちは日本に続いてほしい。良心がある国は中国との取引をやめるべきだと思う。今の時代最強の武器は結局のところ経済だからね。尊敬すべき民族とはすなわち日本人のことだ。俺は昔から彼らに大きな敬意を抱いてるんだ。日本人はウイグルの友人。ありがとう僕らの安倍首相。アラーの神よ、我々に道を示したまえ。安倍首相はアラブ諸国のリーダーたちの模範だ。安倍首相、香港と共に立ち上がってくれてありがとう。日本は最強クラスの経済を持ってるから、中国にもはっきりと言える。アラブ諸国は日本ほど強大な国じゃないから、口をつぐまざるを得ないのが現実なんだよな。安倍さんはワールドリーダーであることを自ら示した。人権は世界中の人たちにとっての問題だし、みんなが真剣に考えなきゃいけないことなんだよ。他の世界のリーダーたちはこの問題になると目を覆い、耳を塞ぎ、口を閉ざしてしまう。ありがとう日本。他の国のリーダーたちもすぐに安倍首相に続いてほしい。力強いメッセージとともに世界は一歩前に進んだ。ウイグル人への弾圧は本当に深刻な問題なんです。中国に直接伝えてくれてありがとうございます。
本当はアラブの国がまず声を上げるべきなんだがな。カナダのトルドー首相、イギリスのラーブ外務、英連邦大臣、それからフランスのマクロン大統領の3氏は安倍首相に比べたら器が小さすぎる。俺はこれから日本の首相を世界のリーダーと呼ぶことにする。ありがとうございますミスター安倍、我々は感謝しています。日本人は尊敬すべき人たちだ。それが今改めて証明されたわけだよ。こうやって世界的な影響力を持つ人が声を上げないとね。力と勇気を持たない人間に世界は変えられないんだから。安倍首相は本物のワールドクラスのリーダーだよ。中どもが香港や東トルキスタンを弾圧している証拠はたくさんある。彼らは人権というものを一切尊重してないんだ。日本人がムスリムだったらどんなに良かったか。そしたら日本がアラブ諸国を率いていたはずなんだ。しかしアラブの首脳たちはどこに隠れてるんだね。ありがとう、両親に従って立ち上がってくれて本当にありがとう。さすがは外国に頼らなくてもいい経済大国のトップだ。日本の首相は声を発した。他のリーダーたちは何を恐れている。声を上げてくれてありがとう。まだ世界も捨てたもんじゃないって思えたよ。安倍首相の今回の発言が世界を動かす最初の声となることを期待するコメントが多いようです。人権問題には世界で注目していく責任があります。ウイグル人に対する弾圧だけではなく、香港に対する強引な鎮圧、尖閣諸島をめぐる動きなどについて中国に対し毅然とした態度を示したことは、国際的にも大きな意味を持つ会談となったと言えるでしょう。